という間、時間は積もり何も見えなくなりそう。街の色も変わり続ける中で、なんだか俺たちはきっと同じものだ。混沌の中に浸りながら、暗闇の中で星を探し出すように、それを探す。焼くように、鍛えるように、そして進化したそれを唇からほとばしらせて歌うんだ。予感。以上をもちまして、本公演は終了いたしました。皆様お気をつけてお帰りください。お疲れ。今日も大成功だな。ああ、しかし終了のアナウンスが流れてんのにまだ誰も帰らない。さすがだね、カロンは。どうします、サダさん。このままじゃ収拾がつかないですよ。しょうがねえ。もう一回出るか。おい、マヤ。ん？どうした？アキラがいねえ。あの野郎、また一人で逃げやがった。どうせあいつに会いに行ったんだろな、コウジ。あいつって、スナが？ああ、あそこのバンドも明日あたりこの近くでライブするらしいから。まったく、同じような日程で同じようなところを回って嫌味だな。おっかない。まさか俺たちのカロンがあんなポットでのバンドに負けるわけがないだろう、アキラがいる限り。じゃあ安心していいよ。そっか、そうだな。こんな時期にアキラがあいつと会うわけないか。多分今アキラにとって世界で一番嫌いな男のはずだからな。一体どこ行くつもりなんだ俺は。ねえ、あれヌンのライブのポスターでしょ。本当だ、明日だよねライブ。あー、行きたかったのに。しょうがないよ、チケット取れないんだもん、ヌンは。そっか、明日の会場ってここなんだ。でも実は私、前のヒルヤの方が好きなんだよね。今もかっこいいっちゃかっこいいんだけど、いきなり役者辞めてバンド一直線って一体どうしちゃったのって感じ。あー、私も別にバンドやっててもいいから、ドラマにも時々帰ってきてくんないかな。戻らないよ、あいつずっと歌いたがってたから。え、嘘。カロンのアキラ。なんだよあのポスターの顔、幸せそうな顔しやがって。そりゃ歌えって言ったのは俺だけど、それじゃステージの上じゃ一体どんな、何見合いてんだ俺。くたびれてるのに止まらない。会いたくないのにあの顔が見たい。聞きたくないのにあの声が聞きたい。そんな思いが自然に俺を走らせた。まるで高鳴る鼓動にリズムを合わせるように。ったく、だから嫌なんだよ。俺に歌以外のこと考えさせんなよ。俺を追いかけてくるファンの子たち、あれも俺の愛なら、いっそ捕まってあの中にまみれてしまおうか。あ、アキラ。ヒロヤ。乗れ、アキラ。そして思い知る。そうか、これが恋か。こんなにも会いたかったなんて。アキラ、信号赤。バカ野郎、死にてるか。わあ、もう行っちゃった。でも、なんでアキラがヒロヤの車に？どうした？
ヌンノヒロヤだって。もう役者の須永じゃないんだ。どう？嬉しい？悪くない。へえ、機嫌いいね。悪いぞ、誰かさんのせいで。俺のせいで？さっきお前、俺以外の奴に触らせようとしてただろ。ファンの子たちじゃん。迷惑な奴だな。あの周り大騒ぎだったぞ。おかげですぐ見つけられたけどな。ちょっと待てよ、俺はどこに突っ込むべき？なんで迎えに来たか、俺以外の奴のとこか。どっちも聞くな、答えは同じだから。悪いな、こんなホテルで。場所なんて関係ないさ。会いたかった。キスしてもいい？ダメだ、俺がする。アキラ、どうしたんだよ、さっきから。思い出したんだよ。何を？あんたと初めて会った時のこと。初めて会った時のこと？ああ。あの日、あの屋上で、俺は初めてあんたの歌を聴いて、そのあんたの声に、一発で落ちた。そう、あの日の屋上。それが俺たちの始まりだった。やばい予感がした。歌番組の収録前、何気に出たテレビ局の屋上。風に乗って俺の耳に流れ込んできた声、それは普段聞く耳に聞きよいその男の歌ではなく、まるで、おっと、お客さんがいたとは知らず聞き苦しい歌をお聞かせしたね。悪いけど聞かなかったことにしてくれるかな。君確かカロンのボーカルのアキラ君だっけ。カロン、ダンテの新曲に出てくる地獄に続く川の渡し森の名だな。そう言ってやつは微笑んだ。その男の名は須永博也。テレビのブラウン管では毎日見る男だ。どうでもいい歌を歌ったり、ドラマに出たりしている男のはずだった。